ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。夜吐き隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下した夜吐き隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル210は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。否定数のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、ポポル、どうしてここに。約束しただろ。は？何言ってるんだ。ナインエス、ダメだ、デボルたちを放ってはおけない。このままじゃ
デボルたちは。警告、戦闘地域からの離脱はアンドロイド、デボル、ポポルの放棄を意味する。推奨、ソーメインユニットへのハッキングを反抗。ナインエス、どこに行くつもりだ。このままだと持たないぞ。ナインエス、早く戻ってきて。私たちだけではとても耐えられない。警告、デボルとポポルに敵勢力が集中。ナインエスはハッキングに集中して、こっちは任せろ。ここまでか。そんな。